鈴木好みのこんなんでええんちゃう。というわけで皆さんこんばんは、こんにちは、鈴木好みです。今回は、ゲストとしてプロデューサーさんの篠原にお越しいただきました。イエーイ、どうも皆さん、はじめまして、メディアファクトリーの、プロデューサーやってます篠原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はメディアファクトリーの提供でお送りします。それではゲストさんのご紹介をしたいと思います。はい、まあ、さっきね紹介していただいたんでもう何度も紹介いただくとあれかもしれませんが、どういうことをじゃあ聞いていただけますか。そこまで考えてなかったじゃあこうね、なんか聞いてみたいことをこう最初に言って、今日のゲストの篠原さんに私がちょっとこういろいろいくつか質問したいと思いますっていうことでどうですか。あ、じゃあ質問が鈴木好みのいいところとダメなところを、はい、ちょっと言っていただければ。わかりました。はい、鈴木好みのいいところ、おいいところはね、やっぱりこう素直。おお、来た。素直、もう素直は大事ですね。こう素直であるとやっぱりそのいろんなことを吸収できますので、その吸収することによってもうどん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 こう鈴木好みが大きくなって、もう 1.5 倍10倍30倍ぐらいにねこうどんどん膨らんで、もう多分今年の暮れぐらいはもうすごい100倍ぐらいの鈴木好みに会えると思いますね。これが鈴木好みいいところ。はい、でもう一つが、悪いところ、うんうん、悪いところはね、体力がなさすぎるねもう一曲歌っともうすぐね、もうなんか マラソン20キロぐらいやったような、ぐでーっとしてもうすぐエネルギーがなくなってね、こう皆さんこう CD とかね聞いていただく部分だとこう非常にこうパワフルな、うん、もうすごい鈴木好みなんかこうエネルギー合うんちゃうのみたいな、ファッションみたいな、もう全然ないもう本当にもうちょっと今年はあれですね、こうマラソンしてほしいですね、僕はもう体力作りに。マラソン20キロぐらい走ってからレコーディングに臨むってのはどうですか。いやー、でも多分スタジオ着いた頃にはもう、あ、もう無理ですみたいな、はい、まあ体力をつけていただいて、ね、よりいい歌を歌っていただくっていうのが僕はすごく今年のテーマだと思ってますので。はい、ラジャラジャラジャ、もう頑張ってください。はい、はい、あとは何かありますか。あとは、あ、いつもなんか好みの好きななんかご飯は何みたいな感じで聞いてくれるけど、自分からは聞いたことがなかったから、好きななんかご飯とかなんかないですか。ご飯、食べ物ですか。うんうん、ま、僕はね結構自分で言うのもおかしいですけどグルメなんで、うん、本当美味しいものをねもう食べれることがやっぱり生きてることの証だと思ってますん でその美味しいなと思うものを自分のねこうスタッフとかチームにもう食べていただくって、うん、え、美味しいじゃんこれでしょっていうのがこう僕の中のこうなんていうのかな、すごくこう大切にしてることなんで、今までこう食べに行って一番こう鈴木好みさんが美味しいと思ったのは何ですかね。でも一番美味しいなって思ったのはやっぱりなんかラーメン博物館え、もうめっちゃ美味しかったあれね。なんかあんなにラーメンいっぱいあるとこ初めて見た。よかったでしょ。僕ね、鈴木好みさんラーメンが好きだっていうの聞いてたんで、これはもう横浜あったらラーメン博物館しかないだろうって、うん、ね、うん、一緒に食べに行って、スタッフとね食べに行って、ただちょっと失敗したのはこうなんか食べ歩き用にちっちゃいのがあって、でそれを食べればね2種類とか3種類食べられたのに、いきなり大きいの食べちゃったからドーンってきたから、しかも僕昼間ラーメン食べててラーメン博物館行ってラーメン連チャンっていう感じで、うんうん、まあでもけん玉とかも
ゲットできたし、そうですね、けん玉ラッキーやった。けん玉をだいたい知らなかったんだけど、やったことないのに、うん、どっちでしたっけ。あ、やったことなかった。やったことないね。で、あのホテルも戻ってガンガンやっててこう床に打ちつけながら次の日 あのライブの時もこうガンガンやって、打ちつけるようにやって、休憩中にねやってたっていうのは、まあでもそれもね、こうけん玉にはまってこう、うん、やっぱこう熱い、もうすりっこの目いつも熱いっていう感じですかね。はい、はい、あとなんかもう一個ぐらい聞いておきますか。あとどっちが司会だか分かんないけど、あのこれ鈴木さんの番組ですよね。あれね、おかしいな。おかしい、おかしい。あとなんか聞いてくださいよ、せっかく来たんだから僕は、あのはるばる。あとは、あと思いっきりことない、こんな番組でいいんですかね。えんちゃうのみたいな感じのタイトルなんでいいんじゃないかと思われます。いい締めですね。ありがとうございました。いい、ね、またぜひ呼んでください。はい、あれですよね、こう、この番組は僕がこう次のゲストをこう言って、またそのゲストの方がなんかどっかの番組みたいですけど。あ、そうですね、はい、じゃあですね、僕が僕というかね、すりっこのみさんいつもお世話になってる、あのジャケットとかいろんなこう、アートワークやっている、花岡さん、ね、デザイナーの花岡さんに、じゃあ次はゲストとして、はい、こう来ていただくのはいかがですか。はい、花岡さん召喚したいと思います。召喚、はい、はい、じゃあ本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ呼んでください。はい、また来てください。皆さん、鈴木好みのこんなんでええんちゃうのいかがだったでしょうか。急遽始まったラジオですが、次回はいつもお世話になっている花岡が来るので、楽しみにしていてください。バイバーイ。